今すぐ君に会いに行く。スピードスターガシャキン GT、 みんな乗り物タウンへようこそ。ねえガシャキン、バスみたいな船があるって聞いたんだけど、どんな船なのかな。 OK 任せて。今日はこの乗り物を紹介するよ。お客さんを乗せて水の上をスイスイ走る水上バスさんだよ。僕は水上バスの桜号、よろしくね。よろしくだっぴ。ここは何をするところだっぴ。ここは恵泉所っていう僕らのお家みたいな場所さ。ここで体を洗ってもらったり準備をしてから仕事に向かうんだ。それは僕に乗ってみればわかるよ。じゃあラッピー、発着場で待ってるよ。ああ待って、発着場ってどこだっぴ。乗せて行ってよ水上バスさん。うってあれ、あもしかしてここが発着場。こんなに近かったんだね。そう、ここが発着場さ。ラッピー、ここでは恵泉所で出発の準備をしてから120m先にある発着場でお客さんを乗せて出発するんだよ。ラッピー、足元気をつけてください。桜号さんは最大で140人のお客さんを乗せて走ることができるんだよ。そんなに？たくさん乗れるんだね。それじゃあ出発。特別な景色もあるから楽しみにしててね。どんな景色が見れるんだっぴ。今日は両国から浅草を経由してお台場方面へ向かうよ。よし、景色がよく見える特等席を探すっぴ。ラッピー、右の方を見てごらん。右？あのノッポな建物は東京スカイツリーだね。すごい。船の上からのんびり眺める東京スカイツリーもいいよね。壊れたんじゃないよ。もうすぐ発着場に着くのさ。水上バスさんはバスの停留所みたいにいくつかの発着場に泊まりながら目的地を目指すんだよ。発着場で必ず泊まるからバスみたいにボタンを押さなくても降りられるのさ。ラッピー、今日は特別に操舵室に入れるように船長さんにお願いしておいたけど、見てみる？見てみたいっぴ。やったー。ここが操舵室だよ。おは、機械がたくさんあるんだね。どんな機械があるの？これは音を使って川や海の深さを測る機械だよ。そしてこれは船のスピードを変えるスロットルレバー。安全に船を走らせるためにいろんな機械を操作しているんだね。
次は船長さんのお仕事を見てみよう。これは近づいてくる船がどこに向かっているか確認しているんだ。続いて船の後ろを映す画面をチェック。スクリューにゴミなどを巻き込んでいないか見ているんだよ。船長さんにはいろんなお仕事があるんだね。他にもいろんな装置がきちんと動いているか日頃からチェックが欠かせないんだよ。さらにじっくり点検してもらう作業が1年に一度あるんだ。今日はその様子を特別に見せてあげるよ。ここが水上バスさんの点検や整備をする修理工場だよ。安全に運航できるように故障しているところがないかどうか点検するんだ。普段水に浸かっているところや中の機械までチェックするんだよ。こうやってしっかり点検をしているから僕たちは水上バスさんを快適に楽しむことができるんだね。よくわかったピッ。さあ出発だ。隅田川を下って次はお台場方面に向かうよ。ナッピー、階段で上のデッキに上がっておいでよ。え、この上に上がれるの？あ、よいしょ、よいしょっと。わー、周りが全部見渡せて見晴らしがいいね。風も気持ちいいピー。川にかかる道路やたくさんの建物、それに隅田川に合流する水路などいろいろな景色が楽しめるし、春には桜並木、そして夏には花火大会を見ることもできるんだよ。いろんな楽しみがあるんだね。隅田川には橋がたくさんあって、水上バスさんは13もの橋の下をくぐって進んでいくんだ。そうなんだ。あれ、あの橋、今まで通った橋よりも低くない？このままだと頭をぶつけちゃうよ。どうしよう。あれ？ラッピー、大丈夫。今通った永代橋は隅田川にかかった橋の中で川との隙間が一番狭いんだ。こういう場所でも安全に通れるように水上バスさんは背が低くなっているんだよ。だから水上バスさんは平らな形をしているんだね。水上バスさんの秘密がわかったっぴ。ナッピー、そろそろお台場に到着するよ。あ、大きな橋が見えてきたっぴ。あれはレインボーブリッジっていうんだ。そばから見るとすごい迫力だっぴ。今日はお昼に水上バスさんのお仕事を見せてもらったけど、夜になると橋がライトアップされたりビルの夜景が見られるから違う景色が楽しめるんだよ。水上バスさんもライトがついてキラキラしてる。今度は夜の水上バスさんにも乗ってみたいっぴ。ラッピー、水上バスさんのお仕事は分かったかな？うん、いろんな景色が楽しめたし、水上バスさんの秘密もよく分かったっぴ。それじゃあみんな、バイバーイ。乗り物タウン登録してね。ゴーゴー。